着方、特に帯の締め方を紹介します、それではまず帯を外してみます。帯は、だいたい帯の中心をまず、押さえておいてください。胴着、胴着ですけども、胴着は、左側が上になるように着てください。極真会の、マーク、胸マークが見える方ですね。左上が上になるようにします。帯の中心を持ったらば、帯の、自分の、おへそのちょうど下ぐらいですかね、ここに当てて、ちょうど腰骨の上を通るように後ろを回してください。そしたら後ろから前に、回してきて、ここで、バッテンを作るようにします。上に来た帯を下から、必ず2枚通してください。2枚通しましたら、あとはこのまま縦結びにならないように、横結びというんですか、縦結びにならないように締めてください。だいたい両方の帯の長さが同じになるようになってくれればいいと思います。きちんと帯が締められるように何度も練習をしてみてください。はい、おっす。